レイラです。カリアです。メカです。エコです。リナです。ピンク、ラテ、ティー、ウィ、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はピンクラテコーデ対決です。今から、オープン前のピンクラテ原宿店にお邪魔して冬のお出かけコーデを組んでいきたいと思います。5人それぞれね、1つずつコーデを組んで、今回判定をピンクラテ原宿店スタッフのかゆあちゃんにお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。それで、1番になった5人の良かったなっていうポイントと、あと選ばれなかった4人にはワンポイントアドバイスをお願いしたいと思います。こんにちは、原宿店スタッフのかゆあです。今日はピンクラテ TV のみんなのお洋服で1位を選んで、その中の他の子たちには私からワンポイントアドバイスとしてもう一つプラス1点紹介していきたいと思います。私インスタグラムをやってて、ピンクラテの最新情報などたくさん上げてるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではどうぞ。テイラです。レイラの冬のお出かけコーデを今から組んでいきたいと思います。じゃあ制限時間5分で、よーいスタート。冬か、冬って何？カルテだ。冬って何ですか？変じゃないね。変じゃないね。靴靴靴ってどこにある？冬。あ、でも待って、靴下決めないといけないんだよ。残り5秒。4、3、2、1、終わり。はい、今選んできたので着替えてきます。レイラのコーデのポイントは、ちょっとアウターを選ぶのを忘れてしまって、すごい今寒いんですけど、気にしないでください。このピスタチオみたいなカラーのニットにベージュのサラペットを合わせて、ちょっと冬っぽい生地のものを選びました。靴下もフリフリで、で靴をツルツルの靴にするか、こういう今履いてる素材の靴にするか迷ったんですけど、冬だったらこっちかなって思ってこっちの靴を選んでみました。カエラちゃん選んでください。はい、ではエコがコーデを選んでいきたいと思います。まずアウターから選びたいと思います。ガーリーだけど大人っぽい感じのコーデで組んでいきたいと思います。アウターはこれにしたいと思います。中、トップスを選んでいきます。これが黒なので中はちょっと明るめのコーデがいいなって思います。じゃあ中はこれで、ベージュと黒でちょっと明るいベージュコーデで、次はスカート。残り3分。これがフリルなので、あんまりフリフリしてないのがいいなと思うんですけど、これで。じゃあ次バッグ。残り1分。いや、すごいかわいい。これにします。残り30秒。アクセサリー、あ、アクセサリー、これで。はい、では選び終わったので着替えていきたいと思います。
コーデのポイントは、お出かけするときだけはいつもないことを少し違ってガーリーにフリルとかモコモコを入れてみました。バッグはトートバッグが最近私の中では結構いろいろなものを入れられるので、お出かけとかには便利かなって思っていて、このアウターはやっぱモコモコなので冬の防寒対策になると思います。このシャツとのセットなんかくっついてるんですけど、それがすごい可愛いなって思ったポイントで、靴もブーツはやっぱり私の中ではすごい足長ポイントになってると思うので、そこで結構ポイントを入れつつ、全体的にまとまった感じの大人っぽいガーリーコーデにしてみました。かいやちゃん選んでください。お願いします。はい、ということで、じゃあゆなの冬のお出かけコーデを選んでいきます。おうとですね、ちょっと冬ということで、私が大好きなボアを使ったコーデを組んでいきたいと思います。どうしようかな。まずトップスから決めていくんですけど、目をつけたものがあって、ちょっと濃い緑とか入れるのが好きなので、ちょっとこれを一旦組んでいきたいと思います。こんな感じです。ちょっとゆったり着れる感じで可愛いですね。下は何色にしようかな。どうしよう、どうしよう、不安すぎて全然気になくなっちゃう。これ可愛いんだけど、すっごい絞ったりしたら可愛いかな。ボアを選んでいくんですけど、ボアは結構決めてて、これこのこういう黒ベースのやつか、それか白ベースの方にしようと思ってるんですけど、もうどっちにしようかな。一連って、これこうするのか、白の方が可愛いかな。白の方がちょっと明るいし冬っぽいし女の子らしいので白にします。で、白の S にしないとダメだから。やばい、時間がやばい。じゃあ最後にカバンを選んでいきたいと思います。どうしよう、これ合わせるのも可愛いんですけどね。じゃあこれに決めます。選んだコーデに着替えてきます。最初に使いたかったボアなんですけど、これが白っぽくなってるので冬っぽい、ちょっと雪っぽい感じをなんとなくイメージして冬らしくボアを使ってみました。で、中にはちょっと使いたかったね、緑色、深いちょっと緑色のやつに黒のちょっとこういうかっこいいめのスカートで締めてコーデを組みました。これをつけることによって、お出かけなんでね、カバンは必要なので、携帯とか財布とかコスメとか入れたものだけを詰めていけるようにしました。私も結構出かけるときこんな感じなんで、本当に私のありのままのお出かけコーデを見せれたかなと思います。ということで、かいわちゃんよろしくお願いします。アリエです。冬のお出かけコーデ選んでいきます。でもなんかちょっとガーリーっぽい大人っぽい感じにしたいので、ちょっとベレー帽、でも待って、リボンも可愛い。ちょっと小胸系から選ぶタイプなので、待って、でもさ、カチューシャも可愛くない？待って、じゃあベレー帽が好きなので、ちょっとこのベレー帽に合わせる感じのにしたいと思います。じゃあこれで、でもかぶりそう、これはみんな選べそうだ、かぶりそう。よいしょ。じゃあこれで中はちょっと色味があるものにしたいと思います。よいしょ。このちょっと水色がね、可愛いので、ね、なんか水色ってのかな、中にこれを入れて、じゃあ次スカートだ。結構順調じゃない？スカートは黒にしようかな。かわいい、いいよ。よし、アクセサリーはどこ？これかわいいじゃん。このちょっとパール系のやつがかわいいね。結構いいんじゃない？ちょっとバック。残り1分半。水色
ね、靴ね。これかわいい。これに決めた。じゃあアリアの選んだコーデに今から着替えていきます。はい、アリアのコーデはこんな感じです。結構ガーリーな感じにまとめてみました。でもガーリーな感じもありつつ、ちょっと靴とか靴下はちょっとカジュアルな大人っぽい感じにしてみました。この白、黒、水色の3色を組み合わせてこの可愛らしいコーデにしてみました。皆さんもぜひ真似してくれると嬉しいです。ぜひ選んでください。選んだらハグします。ひめかのコーデを選んでいきたいと思います。いきます。まず上の服から探します。なんかクリスマスって感じにしたいな。でもカチューシャ使いたいんですよね。カチューシャ、太いのですパール、パールにします。パール、トップス選びます。どうしようかな。これにしたいんだけど、そしたら多分面白くないからって思ってます。短いかな、アニメか。短い。下の方から撮ります。多少短い方が足が長く見えるから、このぐらいかな。これにします。そして上をちょっと淡い色とか可愛い色にします。ひめかの今の候補はこれとか、これか。どうしよう。でもこれも可愛いんですよね。どうしよう。でもアウターも可愛いし、こっちにします。優柔不断。あ、でも靴も選ばなきゃいけないのか。靴はまあ適当にこれで、これにします。バッグ、バッグ白かな。白、残り30秒。これします。あ、じゃあもうこれを戻します。できました。着替えていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ひめかの選んだコーデはこんな感じにしました。私が今日意識したことは、ちょっと可愛い感じの色、冬ってモノトーンになりがちなので、ピンクと白で可愛い感じにしました。はい、でスカートは短くして、ちょっとなんか女の子だよみたいな、ゆめかも女の子だよみたいなのをアピールしました。そして靴はもう王道の、ゆめかこういうタイプがすごい好きなので、ヒールもないんですよ。なんか低身長の方があの可愛いかなと思って、あの女の子だからやっぱり可愛いなと思って、ヒールをそのぐらいにしておきました。とにかく可愛い冬の女の子っていうテーマで頑張りました。バイバイ。はい、それでは誰が一番可愛いコーデなのか、かゆやちゃんに決めてもらいたいと思います。お願いします。お願いします。ではいきます。私が選ぶ第1位はアリアちゃんです。やった。え、初めて選ばれた。マジで選んだポイントっていうのを教えてもらいます。はい、このファーの帽子とアウターが揃ってて可愛いなって思ったところと、嬉しそう。あとそれに靴も白で合わさってるので、洋服の統一感が出てめちゃくちゃおしゃれで冬っぽいなって思ったので、アリアちゃんに選ばせてもらいました。ありがとうございます。やった、嬉しい。私結構ガーリーめにしてみました。はい、でもみんな可愛かった。みんな可愛かった。自分も可愛かった。ワンポイントアドバイスを教えてもらいたいです。はい、じゃあひめかちゃんから。寒そうなのでワンポイント2杯の靴下を持ってくると、冬に向けたコーデができるかなって思います。的確。次、エコちゃん。エコちゃんも可愛い。靴下の色を
ベージュかブラウンにしたら洋服とバッグの統一感が出ておしゃれ度が上がるかもしれません。イヤリングと合っててめっちゃ可愛いです。すごい、なんか的確すごい。ゆなちゃん可愛い。キャップリングのついた帽子でこのチェックがシルバーなのでそこと合わせてもらったら可愛いかなって思います。次レイラちゃんはアウターですねボアのアウターとか持ってきたら冬っぽくて可愛くなると思います。このニットとシュシュが合っててめっちゃ可愛いです。以上です。ありがとうございました。みんなも今日の服を見て参考にしてくれると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、スイッチオン、よろしくお願いします。バイバーイ。